ダビド・アンヘル・アブラームは、アルゼンチン・サンタフェ州、カバス出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。CA インデペンディエンテの下部組織出身。レギュラーを確保できないままジムナスティック・タラゴナに、レンタル移籍した。翌年 FC バーゼルに完全移籍し、UEFA チャンピオンズリーグの FC シャフタール、ドネツク戦でゴールを記録した。2012から13シーズンは、リーガ・エスパニョーラのヘタフェ CF へ移籍。2013年1月、ブンデスリーガの1899ホッフェンハイムへ移籍。2015年7月、アイントラハトフランクフルトへ2018年6月までの3年契約で移籍した。フランクフルトでは主将を務めている。2019年11月10日の SC、フライブルク戦で、フライブルクのクリスティアン・シュトライヒ監督を突き飛ばし、7週間の出場停止処分を言い渡された。2020年11月12日、2021年1月にフランクフルトを退団し、母国に帰国。さらに現役引退することが発表された。2005年には、FIFA U-20 ワールドカップで優勝した。ありがとうございます。